バース島は、シリアイラクなどのアラブ諸国で活動する反アラブ主義、政党。公式名称は、アラブ社会主義復興党。日本では慣用として、バース島とも表記するが、実際のアラビア語の発音では、バースと発音、表記する。バースとは、アラビア語で、復興、使命を意味し、透明への採用にあたり、かつて東は中国から、西はスペインに及ぶ広大な領土を、 勢力下におき、科学や医学など様々な学術、技術で世界をリードしていたアラブの栄光を取り戻すという意を込めている。さらに、アラブ社会主義、反アラブ主義を合わせ持つ政治的主張を有している。アラブ近代化もイデオロギー上で大前提としているため、イスラム原理主義とは対立している。単一のアラブ民族、永遠の使命を担うをスローガンとし、統一、自由。 社会主義の実現を目指す。一連の思想をバース主義という。バース等の決闘当初の目標は、西洋によって線引きされた既存の国家軍を解体し、統一したアラブ民族による国家を建国することが目的であり、その領土は、西は北アフリカのモーリタニアから、東はイランのフーゼスターン州、南は東アフリカのソマリアまで含まれる。 バース島の創設者の一人であるミシェル・アフラクがフランス共産党の植民地政策容認に失望するまでは共産党の活動家だったようにマルクス主義の影響はあるもののシリアのバース島は1950年代から共産党との共闘路線を続けており現在のバッシャール・アル・アサド政権下でもシリア国民進歩戦線で シリア共産党と連立して入閣させ続けているなど、要求である。バース党の源流は20世紀の初頭に遡ることが、でき、シリア人の思想家、ミシェル・アフラクラによって、基本的な政治信条が形成されていった。第1回の公式の党大会は1947年4月7日に、ダマスカスで開催、最初は、軍の焦燥将校や、 知識人など限られた層で成り立っていたが、次第に影響力を強め1954年から1958年に、シリアを本拠に、イラク・レバノン・ヨルダン・イエメンに、当地域指導部を置いた。しかし、アフラクの亡命を受け入れた、イラクバース島は、シリアバース島と主導権と正当性を争い、その他諸国のバース島も、レバノンを除いて、ダマスカスではなく、 バグダッドの路線に従った。2011年のアラブの春の発端ともなるジャスミン革命以後、チュニジアでバーストーが公認された。正式名称はアラブ社会主義バーストーシリア地域指導部。現在のバーストー政権はその他の社会主義、共産主義、民族主義政党と連立して翌3組織、進歩国民戦線を結成している。 1940年12月に、ニーチェ、マルクス、ヘーゲル、フィヒテ、ベルグソンの思想に影響を受けたアラウィー・ハーラブ、民族主義者、ザキー・アル・アル・スーズ・イーとその弟子たちが、ダマスカスで秘密結社、アラブバースとして結成。1947年、ダマスカスで、ア・イコール・タリーの編集者で、アラブ復活運動を率いたミシェル・アフラクト、サラ・フッティ・ニアル・イコール・ビータールらが中心となり、 結党大会を開き、政党として正式に発足。1953年、アクラムアルイコールホーラーニーが率いるアラブ社会党と合併し、アラブ社会主義バース党に解消。1963年3月8日のクーデターで、政権党となった。しかし、1966年シリアクーデターでアフラク、ラト民族指導部は、サラーフジャディードラ、 東シリア地域指導部に追放され、1967年の第三次中東戦争にて、シリアが敗北すると、東音拳派のハーフィズワル・アサドが1970年のクーデターで政権を握る。シリアとイラクの同党は、同じバース党を名乗り、同じ年に政権を握ったものの、両国の主導権争いや、あるあるスーズイーを担いだジャディードとアサドたちに、 権力闘争で敗れたアフラクをイラクが保護したことのしこりなどもあり、対立関係にあった。シリアに厳しい態度をとっていたブッシュ米政権下において、レバノン問題やパレスチナ紛争で対立するシリアを孤立化させるため、バーストをテロ組織に指定すべきだと、アメリカ議会の対シリア強行派議員、保守派の評論家が提案したことがあるが、実現には至っていない。 正式名称はアラブ社会主義バース島イラク地域指導部。イラクバース島はシリアで創設されたバース島のイラク支部として結成された。1951年4月7日に当地域指導部が設立され、その翌年の1952年に当民族指導部が設置された。当地域指導部所外所機長はフワードリカービー。 1968年7月のクーデターから2003年3月のイラク戦争によって、サッタームフセイン政権が倒れるまでイラクにおいて一、東独再生治を敷いていた。1967年にアメリカと国交を断絶し、1972年にソ連と友好条約を締結、1970年代末にかけて一時ソ連との関係は好転する。 1979年にサッターム・フセインが大統領となり、イラク人民とは文明発祥の地、古代メソポタミアの民の子孫であるとする、イラクナショナリズムとアラブ民族主義を融合した独自のバース主義を作り上げ、4度の中東戦争を主導するも、イスラエルとの和平を結んだエジプト前年の1978年のバグダットのサミットでアラブ連盟から追放させたイラクを、 アラブの名手にすることを目指した。1980年にイラクは、イラン・イラク戦争を起こして、多くのアラブ諸国やソ連、フランス、中国など、東西の大国から武器の援助を受け、アメリカとは国交を回復させ、イランを支援したシリアバース島や北朝鮮に対しては国交を断絶した。世界第四の軍事大国となったことで、領土的野心を強めたイラクは、 湾岸戦争では、ルマイラ油田をめぐる対立で、クウェートに侵攻するも、アメリカなどの多国籍軍に敗北した。2003年4月に、アメリカの侵攻により、フセイン政権が崩壊すると、大半の党幹部が、隣国シリアに逃亡した。5月には、アメリカ軍によりバース島の回答宣言、連合国暫定当局により、ヒバースカ指令が出され、 バース島の元幹部党員に対する公職追放が行われた。これにより、旧政権下で働いてきた公務員や教師、大学教授、裁判官、警察官、医師らが一斉に失職した。このヒバース化政策については、国務省や CPA の前身である復興人道支援室の関係者などから、戦後のイラク統治を困難にするとして反対する意見も出されていたが、 国防総省やホワイトハウス内のいわゆるネオコンに近いグループ、そのネオコンに接近していた反体制派組織、イラク国民会議のアフマドチャラビーが強行にこのヒバースカ政策を推進した。この措置は後にイラク復興に必要な人材を移送してしまったとして、イラク軍解体と共にアメリカの占領政策の失敗として批判された。このことから元党員でもあった。 イヤードアッダーウィー暫定政府首相によって一部に、限って、元党員の公職追放の緩和措置が行われた。しかし、バース党に対して、強硬なエブラーヒーム・アルジャー・ファリー後政府首相の、下では、より厳しいすべての元バース党員に対する公職、追放や罰則を設けた、非バース化法が議会によって可決され、これにより、議会内に、 元党員の公職復帰を阻止するための監視機関、ヒバース会委員会が設置された。しかし、この措置には、多くの元幹部党員を排出したスンナハアラブ人が、猛反発し、その結果、ヌーリーマーリキィ政権下で、旧政権下で、犯罪行為に手を染めなかった、幹部党員、下級党員に限って、公職追放全面解除、年金支給、社会復帰サポートが行われるという、 責任と、まさよし法が議会で可決された。これにより、多くの元党員の公職復帰が認められることになった。また、イラク政府と国外で活動している、イラクバース党との間で、和解に向けた交渉も行われるようになった。しかし、2009年下も半期に、イラク国内で、テロが続発すると、深ア派主導のイラク政府から、テロの背後に、バース党がいると非難し、 元党員に対する対応が降下した。2010年1月、正義と責任追及委員会は3月に開かれる議会選挙に立候補している候補者に、サッターム級政権の支持者が紛れているとして、元バース党員と旧政権情報機関出身の立候補者の選挙参加を禁止すると発表した。この措置については、スンナ派政党や、 世俗派政党が反発して裁判所に上訴し、イラク上級裁判所も、正義と責任追及委員会の決定を無効と判断したが、この決定に今度は、イラク政府とシーア派政党が反発を示し、判断を最高裁判所に委ねた。これにより最高裁は、正義と責任追及委員会の決定を認め、元党員の立候補は禁止された。 現在のイラク共和国新憲法では、バース党とそれに連なる組織は犯罪組織に指定されており、再決闘や思想の普及、同等に対する指示や来参は禁じられている。また、イラク当局に起訴され、逮捕されている元バース党幹部の資産募集などが決定されている。現在のバース党指導者は、イッザトイブラーヒーム元革命、指導評議会副議長であり、 イブラーヒームはサッタームの処刑を受け、この役職に就いた。しかし、サッタームの死によって、党内の路線対立には、歯止めが効かなくなり、一部の党幹部は、イブラーヒームの下を離脱。シリア東部のハサカにて会議を行い、元党軍事局メンバーであった若手のバース、幹部党員、ムハンマドユーニス・アル・アフマドを新たな指導者に、任命した。 この後、ユーニスはイブラーヒームを党より追放すると宣言。これに対抗してイブラーヒームがユーニスとそれに連なる、党員の追放を行った。この結果、イラクバース党は、主流のイブラーヒーム派と暴流のユーニス派に分裂した。当初、両派はシリアを拠点に活動しており、実質シリア政府の庇護を受けていると見られていたが、その支援は一様でなく、 イラクバース島側においてもシリア政府に対する姿勢は派閥によって異なる。二つの派閥のうちイブラーヒーム及びその派閥はイランと同盟関係にあるシリアに対し深い不信感を抱いており、提携にも消極的であったとされる。またイブラーヒームはユーニス派との内交による党分裂に際して声明を発しており、イラクバース島に対するアメリカの陰謀を支援しているとして、 シリア政府を非難した。イブラー・アヒームは、シリア政府を敵視して、同政府への会議的姿勢を崩さず、シリア内戦勃発後には、最終的にシリア政府と決別、シリア国内で活動するスンニ派の反体制勢力との連帯を表明するなど、対立関係にある。対照的にユーニスは、シリア政府と良好な関係を構築した。イラク政府は、 旧バース島幹部の身柄引き渡しを同国政府に求めている。イラクバース島は、イラク国内やシリアだけでなく、ヨルダンやイエメンなどの近隣アラブ諸国、フランスなどの欧州にも、在外指導部を置き、資金工作や地下観光物の発行を通じて、イラク国内の旧政権残党勢力を支援しているともされる。特にバース島幹部が結成させた、反帝国主義を掲げた、 統一戦線イラク愛国同盟は共産主義者からイスラーム主義者といった多くの反米テロ組織を集めておりサッダームの公認だったと言われる。2008年12月18日ニューヨークタイムズはイラク治安担当者の話として内務省大テロ部隊の隊員ら35人がバーストを政権復活のためにクーデターを企てたと報じた。一方 イラク内務省は逮捕されたのは、同省の交通警察副部長などの幹部や、下級職員で、バースト系の武装組織、アルアウダのメンバーであるという容疑で逮捕され、尋問を受けていると発表し、対テロ部隊とは関係がないとした。彼らはクーデターではなく、内務省ビルを放火しようとした容疑がかけられていると、した。ただ、本当に、彼らが容疑を企てたのかについては、 疑問も出ており、事件の発端が、同省の腐敗告発にある、あるいは逮捕された職員は互いに、面識もないとの報道もある。その後、イラク政府自身が、クーデター疑惑自体を否定する発表を行った。2009年8月26日、イラク軍は8月19日に、財務省と外務省を狙った爆弾テロ事件の、首謀者として、元バース党員のウィサーム。 アリー・ガーズイム・イブラーヒームという人物を逮捕したと発表し、供述の模様をビデオ映像で記者団に公開した。映像では、ウィサー・アームと名乗る人物は、自分が1975年にバース島に入党し、1995年までディアーラー県の警察官をしており、2002年まで弁護士をしていたこと。 旧政権崩壊まで、同県のムクダービヤ氏のバーストを指導者であり、2005年にイラクからシリアへと亡命し、そこで、イラクバーストのユーニス派に加わり、2007年8月に、イラクに戻ったことなどを語った。ウィサームは、テロの1ヶ月前に、彼の上司にあたり、シリア在住のイラクバーストをユーニス派幹部のサッターム、ファルハーンという人物が、 イラクを混乱させるようテロ計画の実行を命じられたことを明らかにした。10月25日には、司法省とバグダード県庁を狙った同時テロが起き、イラク政府は前回と同様に、シリアに拠点を置くバース島の残党勢力がアルカアイダと連携して、今回のテロを実行したと発表。再度、テロに関与したとして逮捕された元バース島員と名乗る男の供述を公開している。 パリに拠点を置く、インテリジェンスオンラインのウェブサイトは、中央情報局がダマスカスにおいて、イラクバース島指導者と会合を開いたと報じた。会合で、バース島側は、武装闘争を停止する条件として、バース島の政治参加を認めることや、バース島系武装勢力のイラク軍への編入、非バース化法の廃止を求めたという。会合は、 ヨルダン総合情報部の圧戦により9年夏から始まった。アメリカの目的は、シーア派主導のイラク政府とバース等との和解を仲介することであるとされ、インテリジェンスオンラインは、ーアへの戦略が失敗すれば、米軍は内戦下の最中にある国から撤収することになるだろうと警告している。2010年4月28日、 サッタームの誕生日に合わせて、シリアの首都ダマスカスで、フセイン政権崩壊後発のイラクバーストの集会が開かれた。集会で演説したバースト幹部のカズワーンアイコールクバイスイは、アメリカの占領を非難し、イラク国民の団結を呼びかけた。また、イラク原政府に対しても、すべてのバースト員とナショナリストの政治参加を妨害し、 国民最優和から離れたと批判した。バーストー内の分裂についても否定し、サタームを英雄であり、殉教者と認定し、イラクの国民的抵抗を支持し続けるとした。集会には約500人が参加し、シリア文化省が所管するホールで行われた。2011年10月、イラク政府は国内でのテロを企てていたとして、 旧イラク軍将校を含む620人もの元バーストーイ員を拘束し、加えて350人の元党員に対して逮捕状を交付したと明らかにした。内務省幹部のアドナーアンアルアサリーによれば、実際の逮捕者リストには800人以上の元バーストーイ員が含まれているとして、バーストーイ員が2011年末の米軍撤退後に暴動や暗殺。 シーア派を狙った爆弾テロ等を計画していたという。アサディによれば、バーストーは、イラクイスラム国を通じて、イラクの聖戦アルカーアイダ組織と協力しており、資金提供、情報提供、兵団支援などが、バーストーの役目であるという。イブラーヒームと彼が率いる聖戦と解放の、最高司令部及び、ナクシュバンディ軍などの武装集団は、アイスセルと強調しており、 2014年には、モースル攻略などにも参加して、アイスセルのイラカ北西部における勢力拡大を助けた。しかし、イブラーヒーム派の支持基盤の一部は、スーフィー信者であり、アイスセルの急速な勢力拡大に対して、警戒感を強め、同盟関係は2014年末には決裂したと、される。しかし、スーフィーに属さない党関係者には、 アイスセルとの共同を継続している者やアイスセルの構成員となっている者もおり、同盟関係決裂の際、これらの元党関係者は、アイスセルによるイブラーヒーム派攻撃に加担した。また、イブラーヒームの率いる武装組織は、イラク政府との戦闘も継続しており、苦境に陥った。そして、2015年4月18日、イラク軍が17日に行った、相当作戦により、 イブラーヒームが死亡したと発表された。イラク軍当局は、遺体がイブラーヒームであることは95%、確実とし、遺体は検死のためバグダードに移送するとしている。シーアハミンペ組織によって行われた DNA 鑑定の結果、遺体がイブラーヒーム本人であることが確認され、20日に遺体がイラク政府に引き渡された。また、同年6月5日には、 フセイン政権時代に副首相や外相を歴任したターリク・アジーズが獄中で心臓発作を起こし病院に搬送されたが間もなく死亡した。フセイン政権崩壊後のイブラーヒム及びアジーズ両名のイラク情勢に対する実際の影響力は限定的であったと考えられているが2003年のイラク戦争によるフセイン政権崩壊の直前まで最高幹部として イラク国民に認知され、長年にわたり、政権を支えていた二人の死は、旧体制の完全な終焉を象徴し、残党勢力の、ますますの弱体化につながると考えられる。イブラーヒーム派がアイスセルに対する協力を停止し、イブラーヒームが戦死する中、イラク政府は、イラクバース島との政治的和解を模索しているとされる。しかし、当事者である、 イラクバース島は両派に分裂したまま派閥対立が全く収束していない。イブラーヒーム派はムハンマド・ユーニス・アル・アフマドをイラク政府との交渉から排除することを望み、ユーニス派はイラク国内の破壊及び占領に関するイブラーヒーム派の責任を非難し、イブラーヒーム派の政治的復権を拒否している。レバノンでは同じバース島がイラク派とシリア派に分裂した。 イラク派は2003年のサッターム体制崩壊とともに消滅したが2006年6月アラブ社会主義レバノン前泉営党として再生した。ヨルダンでは1954年にバース党が決闘されたがその後非合法化された。1993年にイラクバース党との違いを明確にするために党名をヨルダンアラブ社会主義バース党とした。 イエメンのバース島はイエメンアラブ社会主義バース島地域指導部として発足。現在は2杯に分裂。分派は透明をバース民族島として再編成したが、イエメン大議員が機能停止状態にあり、主だった活動はしていない。パレスチナではバース主義を掲げる2つの組織、アラブ解放戦線とサーイカがイラク、シリア両バース島の支援下に設立された。 アルフがイラクバース島のサ位イカがシリアバース島の陣営に属した。現在もイラクバース島を支持するのはヨルダンとイエメンのバース島だけである。また弱小政党ながらスーダンやモーリタニア、バーレーンにもバース島が存在する。ABCDEFGHIJK 日本大、百科前書ことバンク。2018年9月23日閲覧。 ABCDEFG ブリタニカ国際大百科事典小項目事典ことバンク2018年9月23日閲覧 ABCDEFG 地映像ことバンク2018年9月23日閲覧 ABCDEFGH 百科事典マイペディアことバンク2018年9月23日閲覧シリア国民対話会議開催へ 主要な反体制派参加拒否毎日新聞。2018年9月23日閲覧。授業番組、現代の国際政治シリーズ第8回、イラク同盟者、サダム・フセイン・ハット・アラブ・ソシアリスム、アル・イスタラ・キエール、アリビア、A ドキュメンタリーサーベイ、サミアド・ハンナ、P297、アリ2003、P110、 セーラム 1994P68The Old Social Classes& New Revolutionary Movements of Iraq ハンナ・バタツピアニッシモ724から725グリブエドマンド A ドアティベスケヒストリカルディクショナリーオブ・イラクラナムメリーランドオックスフォードザスケア・クロープレスリミテッド2004ピアニッシモ104トリップチャールズ A History of Iraq, Cambridge u n Ar i v e r s i ピアニッシモ二百二百一 ISBN 零五二一五二九零零 X ハットイスマイルトリックワイザライズアンドフォールオブザコミニストパーティーオブイラクケンブリッジニューヨークケンブリッジユニバーシティ i t y Press 二千八ピアニッシモ百八十五から百八十六アラリオサルクスィ A P プルズ History of Iraq. サイラキー・コミュニスト・パーティー、ワーカーツ、ムーブメンツザ・レフト、1924から2004、コミンズ2004、P183 ラッカー、ワルター、ザ・ストラグル・フォー・ザ・ミドル・イースト、ザ・ソビエト・ユニオンザ・ミドル・イースト、1958から68、ラウトレッジ、P88、アブドゥルガニー 1984? P28 現代東アラブ地域情勢研究ネットワークシリア内閣アラブナショナリズムエイヒストリーネーションステートインザアラブワールドユシフ・エム・チョウエリ P144 から145ハットヒストリカルディクショナリー・オブ・シリアデビット・ディーン・コミンズ P47 ハットアサドザ・ストラグル・ホー・ザ・ミドル・イーストパトリック・シール P89 オリット・バシュキン、ザーザー・イラク、プルーラリズムカルチャーイン・ハシャマイト・イラク、スタンフォード、カリフォルニア、USA、スタンフォード・ユニバーシティ・プレス、2009、ピアニッシモ、174、クローディア・ライト、イラク、ニュー・パワー・イン・ザ・ミドル・イースト、ホーリン・アフェアズ58、 シプリデータベースインディケイツザ東部にブ29,079ドルミリオンオブアームズ、エクスポーテッド2イラクフロム1982,988、ザソビエトユニオンアコウンテッド416,808ドルミリオン、フランス4591ドルミリオン、アンドチャイナ5,004ドルミリオン、コマキテルオ、ロード島、第6回大会の年、1980年の挑戦、 民主主義人民共和国アジア同行年俸1981年版アジア経済研究所1981年67.77ページ DPRK ディプロマティックリレーションズナショナルコミティオンノースコリア2016年8月29日閲覧 DPRK ディプロマティックリレーションズナショナルコミティ オンノースコリア、2017年7月25日、閲覧。宮本悟る、イラン・イラク戦争における、北朝鮮のイラン派兵。関日本経済研究所、2017年7月25日閲覧宮本悟るイランイラク戦争における北朝鮮のイラン派兵韓日本経済研究所2 0 1 7年7月2 5日閲覧イラク戦争開戦2ヶ月前、日本政府と国務省はサッダーム体制崩壊後も、全面的なバーストインに対する公職追放は、行わずに、 新生イラク軍や官僚機構に犯罪行為に加担していない幹部を登用する方向で一致していた。しかし2003年に1月20日に出された国家安全保障大統領令により戦後復興は国務省ではなく国防総省の管轄となりこの方針は放棄されたという。 http www.jamestown.org ス f i l e a d m y n ス j a m e s t o w n c o n t e n t m 0073pdf h a cia チックストリュースウィズイラキースツイ s バンドベスホールズファーストパブリックミーティングインシリア アーカイブド2010年5月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、サダム、S、ロイリス・ツイン、シリア・ブラスト・ US ハット、US、パラウト・ギブス・アルカイダ・スペース・イン・ノース、ウエスト・イラク。ロイター、http-uk、ロイター .com、アーティクル、2011、11、18、UK イラク・ウィズドロー・アルカイダ・アイドクター7、r 十11二千2 0万千百十八1 1 1 1 1 8 アブドルワドトウメ、クッドイラクエス、ベスッツヘルプインバトルアゲンストイスラミックステート。AL モニター、httpww.ar、モニター .com、パルス、ポリティックス、2015、11、ベスパーティーイラクアメンドモンツシーツ、html。ありがとうございます。